どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日ですが、2021年最大の多分プレゼンになると思います。めちゃくちゃ気合い入れてね、プレゼン仕上げてきました。はい、後ろにあるように日の丸半導体、要するに日本のですね、半導体産業、その勝ち筋復活ですね、それを今回のプレゼンで描いていこうと思っております。非常にね、挑戦的なプレゼンでございますが、中身としては非常に面白くなっていると思います。最後までお付き合いいただければ幸いでございます。本日はいつもと違うところがありますね。そうなんです、副題をつけてるんですね。半導体レボリューションということで、半導体革命ということで、そのね、中身に迫っていきたいと思っています。早速ですが行きましょう。まず現在の半導体の立ち位置ですね。半導体が産業のインフラに変貌してしまったと。このインフラを握る戦いは過去の動向を見てもですね、非常に明確に現れていると思います。例えば米国ですね、バイデンさんがこの半導体ウェッハーを持ってですね、メイドインオールオブアメリカの名のもとに半導体に超テコ入れをしているわけなんですね。半導体を持って、これが今後のインフラであると。電気とかガスとか水道もそうなんだけど、次世代のインフラは半導体だというふうに言ってます。このメイドインオールオブアメリカというですね、非常にわかりやすい、ね、これを日本人もこういうの真似しちゃえばいいんですよね。半導体で勝つみたいなね、感じでやればいいんですけど、なかなかそうもいかないというところが、まあ国民性でしょうと。バイアメリカってね、米国製品、米国資材、米国サービスの新しいリソース換気に4000億ドルつぎ込むと。そしてサプライアメリカと、イノベーションをアメリカで生んでいくし、イノベーションを起こした製品に関して米国内でサプライチェーンを完了させて米国の国力を向上していくと、こういうコンセプトで仕掛けてきていると。一方の中国なんかどういうコンセプトかというと、中国2025の中でも半導体というのは中心戦略物資になっていると。好循環というですね、内需を非常に活気づけようということでございますが、自国生産を強化してきていると。半導体に対しては2030年には自国内で消費する半導体の約 70% を国内で生産していきましょうという目標を立てている。ハイテク産業での主導権を握ろうと国として躍起になっているわけです。半導体がビジネスの強さの中心に躍り出てきていることが、米国の動きとっても中国の動きとっても非常に分かりやすいと思います。エッジデバイスを制するものが世の中のビジネスを制すると。いろんなサービスを見てきてるんですけども、こうなってるなというトレンドをお話しさせていただくと、例えば iPhone なんか皆さんよく使ってると思うんですね。日本で一番シェアが高い。ここに APP というですね、課金ができるようなプラットフォームがあって、そこから LINE とか Instagram、Gmail とかですね、 TikTok とか YouTube とか Twitter を皆さんご利用いただいていると。 iPhone 内の APP という iPhone というプラットフォームを通過することで、そこでマネタイズを狙ってきていると。 Apple を介してサービスを購入すると、 Apple にその手数料として3割ぐらい払わないといけないわけなんですね。実際この Apple もこのサービスに対して非常に注力しておりまして、この売り上げとしても非常にでかくなってきている。 iPhone の製品力を高めてしまえば、それで人々を囲って、そこからマネタイズをする、そういうエッジデバイスを取りに来ているわけなんですね。そのエッジデバイスを抑えることで収益の最大化を果たしてきている。半導体で付加価値を出して狙ってきているわけなんですね。 iPhone だけではなくて、例えば MacBook ですよね。昨今ですと MacBook Pro みたいなものも発売されまして、彼らが強調しているのっていうのは、この M1 チップとか M1X みたいな半導体チップを非常に強調しているわけなんですね。結果としてそのエッジですよね、パソコンの性能上がればみんな使うようになる。みんな使うようになるとどうなるかというと、その後のサービスで囲い込んでマネタイズが可能になると、お金儲けを非常にしやすくなるわけなんですね。ということでエッジでどんどん囲い込みをかけていくと。そして半導体ということで処理能力に対してですね、非常にフォーカスされるわけで、処理能力の高いようなデバイスをみんなに配ってですね、マネタイズを図っていくと。IT 関連だけではなくて、産業技術総合研究所ではパワー半導体の研究なんかも非常に盛んに行われているわけですよね。パワー半導体にしてもインフラのエッジですよね。モーター効率とか 30% ぐらい上がるっていうふうに言われているわけですよ。すごいわけですよね。インフラ効率が 30% 上がるっていうのはもう考えられないことでございまして、このパワー半導体を握るイコールそのインフラを握ることにもつながっていると。なので多くの期待が集まってきているわけでございます。半導体がこういったエッジですよね。エッジっていうと詳しく定義で言うとですね、またちょっと違ってくるんですけども、認識がしやすいようにエッジ商品というふうに僕は言いますけど、密接な関係となるような時代になってきていると。半導体の強さがエッジ商品の強さになってきていると。
半導体がないと業種によってはバリューチェーンの強みが成り立たない時代に突入してくると。バリューチェーンっていうのは価値連鎖ですよね。その価値連鎖の一つの価値の能力を向上させることができるわけです。例えばサーバーにもインテル製とか AMD 製の CPU が載ってるわけですよね。このようなクラウドサービスっていうと Amazon とか Microsoft とかサーバーがサービスの強みになりますので、そのサーバー一つ取ってもですね、 CPU と半導体の強さがここに生きてくると。強いサーバー処理能力がクラウドサービスの強さになり、こういった IT の巨人のですね、バリューチェーンを非常に強くするということでございます。その他にもテスラですよね。こういった ECU にですね、半導体をキーパーツとして載せていると。これは TSMC に委託してますが、自社構築の半導体、自社構築って自社で設計した半導体ですよね。それによって自動車の付加価値を非常に上げていると。自動運転とか処理系の半導体ではなくてですね、FPGA みたいな半導体も搭載されていると思いますが、ネットと繋がることによって進化していくと。自動車をエッジというサービスの一部と考えて、その電力ですよね。電力というサービスで世の中の需要を取りに来ているということでございます。Google なんかもネットの覇者みたいなこと言われるわけじゃないですか。しかし Google なんかこういった Chromebook とか顧客を通う手法として構成をかけてきてるわけなんですよね。PC とかスマホを販売するっていうわけでございますから、そういったエッジでやっぱり囲い込みたいというふうに思ってるわけなんですね。まさに半導体はビジネスの強さを左右するインフラになってるわけでございます。そんな今のビジネスの根幹をなすような半導体ですよね。今は昔、こんなビジネスの主役である半導体で栄華を誇った国があるらしいと。そうなんです。我が国日本ですね。今回はその日本の復刻を描くストーリー性になっておりますと。面白くなってきたでしょう。我が日本の国のですね、半導体、これからどうやっていけばいいの？どういうふうに各国に負けないようにしていけばいいの？物々の情報というのは皆さんね、それぞれ入手されてると思うんですけども、体系的にどういうふうに勝ち筋を描けばいいか。それに僕はですね、今回挑戦をさせていただきたいと思ってます。今から日本の勝ち筋を描くわけでございますから、自国の半導体の歴史を振り返って、どういう成り立ちで今まで日本はやってきたのか。それをまずは押さえていきたいと思います。当時の日本はまさに破竹の勢いでございました。僕も若いわけですから当時わかりませんけど、本を読むことによってどういったことだったか、どういった立ち位置にあったか、それをですね、思い返すことができますので、このインテルインサイドの一文から取って見ていきたいと思います。このように書いてあります。インテル側から見て日本企業の資金投資はまるで明日のことなどないことのような感じとして映った。非常に勢いがあると。ジャストインタイムとかビルドトゥーオーダーですね。要するにトヨタ生産方式をPC 業界に持ち込んだデルですね。これ動画にもまとめてます。そんなデルはアメリカ企業に警鐘を鳴らしたんですね。これには理由がありました。デルも半導体を仕入れてるわけですけど、仕入れ先6社のうち3社が米国。残りの3社が日本企業だった。その中で米国で半導体の品質がですね、最高品質の企業と、そして日本企業の最低品質の企業を比べたとき、驚愕の事実があります。なんとアメリカ企業の半導体の方が6倍のエラーが起こっていたんですよ。いかに日本企業が品質でも優れていたか。インテルが 64kbの DRAM をですね、出荷したわずか6ヶ月後ですよ。こういった開発っていうのは2年ぐらいかかるわけですから、少なくともインテルからしたら6ヶ月後ではなくて2年後とかに発売してくるだろうと思ってたわけですよ。それが6ヶ月後、富士通と日立によって256kbのDRAMが出荷されました。俺たち死に物ぐらいで開発してんのに、もうあいつら出荷してきやがったと。日本は米国半導体企業をまさに文字通り木っ端みじんに粉砕しました。米国企業コッパみじんに粉砕した力というのは、日本人の努力によって成し得たことなんですね。プロセス方法の確立で、製造技術の確立で、米国をはるか彼方に追いやったんですね。しかし勢いがありすぎてですね、虎の尾を踏むことになってしまうと。このようにですね、見てくださいよ。これ青線が日本ですけど、もうどん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 いってると。虎の尾を踏むということで、ここから米国にいろいろ仕掛けられてしまうんですね。いろいろ理由があったんですけども、当時ウェハーから消費になるものですね、半導体がどれだけ取れるかっていうことはブドマリになるわけ。このブドマリを開示するっていうことはできなかったですね。開示してしまうと原価が割れてしまいますので、いくらインテルだろうが、いくら米国だろうがですね、どのくらいのブドマリがあるかっていうことは開示できないと。
だから米国から見たらですね、よくわかんないわけなんですね。しかし自国内のインテルとか見ると日本企業の方が非常に安いし品質もいいということになりますよね。ダンピングを仕掛けてるんじゃないかというふうに嫌疑をかけられてしまった。今ですね、当時の資料から読み取れることは、当時ですね、米国の DRAM のぶどまりが 50% ぐらいなんですね。そして日本企業はどのくらいだったかというと、まさかの 80% でございます。もう勝利して当然だったんですね。さらに日本のメーカーには独自の強みがございました。これはですね、詳しく触れるともう時間が足りませんので、さらっといきたいと思います。生産技術と装置原材料メーカーの距離が非常に近かったんですね。日本人はですね、装置メーカーの担当者をですね、現場に引き連れて、ここがこうなんだ、あそこがなんだっていうことをですね、言うんですね。協力メーカー一丸となって半導体の修正に取り組みました。しかし一方で米国企業というものは装置に改造を加える時もその装置メーカーに連絡することなんて滅多になかったわけなんですね。なので材料メーカーとか化学メーカーと一緒にブドマルを改善していったから、あそこまでの差をつけることができたんですね。さらにこれはですね、国の背景とか国民性があると思いますが、日本人には退屈にもめげない愚直さもありましたし、当時は会社への忠誠心ももちろんございました。そして組織的な教育がしっかりなされたんですね。これがもう爆発的なうねりとなってですね、圧倒的な成長を果たしたと。しかしながら当時のある種偏見を持った米国企業ですよね。例えばこれインテルの創業者でありますゴードン・ムーアなんかもその一人だと言われてますよね。米国企業だったり経営者はですね、あんなことできるのは日本が不正をしてるからだということで、商売の基本原則が歪められてしまった。彼らがロビー活動をめちゃくちゃやったということでございます。日本人の努力によって勝ち得た半導体産業は日米貿易摩擦につながっていきまして、この日米貿易摩擦によってですね、積み取られてしまうわけなんですね。1986年締結の日米半導体協定、あまりにも不平等でございます。もうこれはですね、意味不明ですね。意味がわからんというほどの屈辱的な内容でございます。なんと自社で製造した半導体ですよ。この半導体の根付けをいちいちアメリカにお尋ねして決めないといけないと。自社で根付けができない。皆さんメーカーに勤められていて、自分が売る製品の価格を自分で決めれないってありえないと思います。さらに半導体メーカーの営業さんは半導体を売るわけですけど、そのうちの 20% を自社以外の半導体で構築しなければならなかったんですね。なので韓国の半導体とかインテルの半導体とか、営業マンが自社以外の半導体をですね、営業するとありえないですよね。パナソニックがクーラー売りたいのにダイキンのクーラーを営業するみたいなことはですね、絶対ありえないわけですね。屈辱的なですね、協定によって日米のその半導体シェアどうなったかっていうと、このように日本のシェアだけがですね、右肩下がりになると、もう急落していくわけ。このグラフからも読み取れるように、韓国はタナボタとイ・ゴンヒのですね、強力な経営判断で成長していくと。そして日本はですね、その半導体の OS ですよね、トロンチップなどを開発していきますが、これもですね、外圧に潰されるというような結果になってしまうと。このような背景が今の日本のですね、半導体業界に大きな影を落としているんですね。結論として、当時日本はですね、日本人の努力でまさに世界を取りかけたんですね。あのインテルでさえ日本の改善スピードを信じることができないので、ロビー活動に走ったわけですよ。ブドマリを開示することは当時はやっぱり死活問題だったんですね。それを開示してしまうと、どれだけの利益を取ってるかっていうことが表沙汰になってしまいますので、絶対にできなかったんですね。しかしそれをできなかったがゆえに、米国に対してこのダンピングだとか不正をしてるっていうふうに捉えてしまったと。もうこれはですね、もう今から見ても仕方がなかったと言わざるを得ないと。しかしやっぱり日本人素晴らしいですね。こういった不平等条約の中でもめげずに継続していくんですね。これはですね、やがて限界が訪れてしまうと。日立なんかはどういった手でこの半導体を守ろうとしたかというと、こういったモーターの利益をですね、 DRAM の工場に振り分けたりですね、 NEC はパソコンの利益をこの DRAM に振り分けていくということでございますが、事業部制がありますよね。なので半導体っていうのはこういった外圧の結果ですね、事業部で利益が見られますので、半導体ビジネスを知らないですね、よく分かってない経営者によって、儲からないかな、この事業非常に重りだなみたいな感じになっちゃうんですね。そこに限界が訪れてきたと。その日本のですね、凋落を尻目にですね、インテルなんかはこういうふうに売り上げをどんどん上げていくと。しかしですね、その
内容を見てみると日本のプロセス技術を非常にインテルはうまく活用してきたんですね。日本のですねプロセス技術をうまく使ってインテルは今の地位を築き上げたと言っても言い過ぎではないと思います。その事例はですね30ミリウェハですね。この企画っていうのは実は日本が作ったんですよ。日本が作ったかどうかっていうのはまあどうでもいいですわ。300ミリウェハを初めて流したラインってどこか知ってますか？日立なんですよ。日立中工場のラインで初めて流しましたと。日立のですね、その中工場の当時の話を僕はまた聞きで聞いてますけども、いろんなですね、この積み上げですよ。実験して、その実験の積み上げで、この中工場っていうのはできたんですよ。笑っちゃうんですけど、この日立の中工場の立ち上げた、そのまさに3ヶ月後に同じラインがインテルにできてしまうと。要するに装置メーカーからこれはインテルに伝わっていたわけなんですね。これ日本人の努力をですねインテルはかっさらっていったと言ってもいいと思います。しかもですね日本人のもう人がいいところはですねインテルがですねロードマップなんか出すわけですよ。ロードマップにですね仕様が書いてあるんですね。その仕様に書いてある数値を達成しようと日本人が努力してですね装置を開発するわけですよ。忠実にですね日本人は答えてきた。これは2015年頃までですね。またこれはビジネスモデルの転換がございますので、そこも詳しく見ていきたいと思います。この日本人のプロセス技術の確立によってですね、インテルをまさにあの世界のインテルに押し上げたと言ってもいいと思います。もちろん全てではございませんが、大いに関わっていたことは間違いないだろうと。そしてインテル一強に思われたんですね。10年前なんかインテルなんか破竹の勢いだったと思います。しかし新たなバリューチェーンが出現してこの半導体業界を変えていくと。最強に思われた製造業にも栄枯盛衰が当然あるわけなんですね。面白くなってきたでしょ。はい、そうなんです。ファンダリービジネスの到来がやってくるわけでございます。半導体にもそうなんです。バリエーションの時代がやってくるわけなんですね。しかも日本にはこのバリエーションという概念を製造業に転化して世界で名を轟かせてるメーカーがあります。皆さんご存知でしょう。どこだかわかりますでしょうか。そうなんです、あそこでございます。トヨタ自動車でございます。自動車という超大な成果物に対して TPS を極めて、これはインダストリー 4.0 という動画を見ていただければ非常にわかりやすいと思います。圧倒的な多品種に対応して価値を収めたわけなんですね。プリウスでは4万種以上のバリエーションが当時あったと言われておりますし、現にありました。多品種にめちゃめちゃ対応して、そのバリエーションで顧客の心を掴んだし、その価格低減というシステムを編み出して、この世の中を買ってきたわけなんですね。そして半導体では、このバリエーションで価値を収めたメーカーといえばそうです。皆さんが知る TSMC でございます。多品種での生産にも対応できる製造ラインを保有し、そして圧倒的な技術力でシェアの構築に成功したわけなんですね。インテルは新しいビジネス手法と、そして TSMC の新技術に敗れ去ったと言っていいと思います。その新技術ですね、実はあんまりフォーカスされてないんですけども、半導体技術者であればよくご存知でしょう。僕が語るのも僭越ですけど、例えばインフォ技術ですね。iPhone 7 と iPhone 6 って実は同じようなチップを使ってるんですけど、その接続方法が違うんですよね。半導体の上ですよね、樹脂でモールドされてるわけですけども、そこを銅で貫通させて通信をさせると、要するに3次元的に上にですね半導体の通信を持ってったということでございます。3次元的かつ高速に半導体での情報処理が可能になったわけなんです。なので iPhone 6から iPhone 7になった時、処理速度が上がってるわけなんですね。ですとかチップレットですよね。今の半導体っていうのはものすごく細かくなってるわけじゃないですか。300ミリの要するに15インチのウェハー上で全く均質にエラーが出ないような状況で作るっていうのが難しいわけですから、最終形態のチップの一部分を一気に作ると、そのウェハーを切り出して最後ガッチャンコさせることによって高品質の一枚のチップを完成させるっていうような、簡単に言えばですけど、手法を実は TSMC っていうのは編み出したわけなんですね。これ実は AMD が使ってるんですよ。だからインテルは AMD に勝てないんですね。この技術の根源は実は日本の半導体製造装置メーカーによって実現をしてるんですね。ここでも日本の技術が実は活かされてるわけですよ。こういったパッケージの技術っていうのは後工程でございますが、前工程のリソグラフィーの科学的な技術を応用して作られたわけなんですね。ここで詳細のメーカー名は差し控えさせていただきたいと思いますが、日本企業、日本メーカーがめちゃめちゃここは関係してるんですね。それをですね、TSMC が、ちょっと日本の〇〇っていう企業来てくれ
ていうことで実現していると。TSMC がこの需要を総取りしてしまった現状でございますが、なぜインテルが遅れを取ってしまったかと。同じようにですね、半導体装置メーカーからこういった情報を取ればよかったじゃんっていうふうに思われるわけじゃないですか。そうは問屋が下ろさないという。今のまでは製造装置メーカーからノウハウが共有されたんですね。しかし、業界のビジネス構造が変異したということで、つまりお金の流れが変化したわけなんですね。ファンダリビジネスを見ていただいてもですね、TSMC が 50% 以上の需要を取ってるわけですよ。このような半導体の種類があってですね、右に行けば行くほどロングテール品になる、いっぱい種類があると。バリエーションが豊かになってきたから、作らないといけないと。しかし作るには、非常に巨額な半導体製造装置の投資が必要なんですね。顧客のビジネスジレンマを解消して、あ、だったらうちで作るよ。ということで、需要総取りを果たしたと。半導体業界を席巻したわけなんですね。多品種の上位の総取りを果たしてしまった。その結果何が起こったかというと、装置メーカーは今までインテルめっちゃ投資するからインテルだけの言うこと聞いとろうみたいな話だったんですけど、 TSMC の依存度が爆上がりしたと。その結果ノウハウの横展開に歯止めがかかったわけなんですね。要するにインテルだけ今まで見てればよかったわけですよ。インテルだけじゃないですよ、サムスンとかあるんですけども、東芝とかあるんですけども、インテルの方向を見ない仕事の流れが出来上がってきたわけなんですね。 TSMC からおいお前このノウハウをインテルに絶対言うんじゃねえぞ、もし言ったらお前から装置買わねえからなって言われたら、それインテル情報共有できないわけですよ。業界構造の変化とともに時代の覇者が変わったわけなんですね。まさに TSMC は現代の半導体業界の覇者と言っても過言ではございません。これ見てください。一極集中の度合いは凄まじく、 AMD が依頼しているにもかかわらずですね、これ見てください。インテルも一時 TSMC を頼る異常事態になってるわけですよ。インテルって垂直統合で自社で工場を持ってるにもかかわらず、 TSMC にですねプロセス技術を頼ってる。 TSMC の存在はもはやビジネスのインフラを担う存在になってると言っていいと思います。実際にこの投資額としてもインテルは TSMC に対して溝を開けられる事態になってるんですね。サムスンの台頭がございますが、このビジネス構造は変化していかないと思います。これがですね、過去からつながる現代の半導体ビジネスの、まあ、流れと言っていいと思うんですね。ということで皆さんね、25分か20分くらいかけてですね、今までの半導体の流れを見てきたと思いますと。いつ日本が勝つねんと。貧乏ゆすりしながらですね、見られてると思うんですけど、お待たせしました。お待たせいたしました。ここからでございます。このプレゼンはここから巻き返していくわけですね。どこで日本の強みを生かしていくかって、あそこから見えるわけないじゃないですか。それをこっから描いていくわけですね。そうなんです。TSMC もサムスン電子も本当の意味で気がつかない半導体産業のビジネス構造上の歪みがあるんですね。ビジネスのそういったバリューチェーンの歪みがあるから、歪みがあるから、新しいバリューチェーンを構築してしまえば、そのバリューチェーンを作ったものが覇者になるんですね。そこに勝ち筋があるわけですよ。日本の力、このバリューチェーンを塗り替えると、その鼓動が今始まってるわけなんですね。もう一度言います。このプレゼンは、ここから面白くなりますよ。ここから描いていくと。じゃあ行きましょう。そのバリューチェーンの歪みですね。どこにその歪みがあるか。実はですね、皆さん半導体業界で働いていれば、そんなこと当たり前じゃんと思ってることが実は歪みなんですね。ウェハーに対して使われる加工時間はどのくらいか皆さんご存知ですか？ウェハーが流れてくるじゃないですか。そのウェハーに対して化学反応とか加工を行ってるわけですが、その加工時間が流れてるうちのどのくらいか皆さんご存知ですか？こういう風にね、これ村田機械さんのこういった搬送装置ありますよね。ここに対して25枚入りのウェハーが運ばれてくるわけですよ。で、これを1枚1枚出して加工してると。なんと1倍以下なんですね。ほとんど運搬時間に使われてるわけですよ。なぜかっていうと、そもそもこの25枚入りの搬送ケースに入ってる時点で1枚ずつ出すわけですね。今万葉式でございますから、そもそもここに入ってる時点で加工率が 4% 以下になるわけですよ。加工できないウェハーは渋滞となり溜まってるわけですよ。ストッカーでしかも保管されてるわけなんですね。半導体工場で働いてないとなかなか理解できない構造だと思いますので、絵に落とし込んできました。ウェハーケースがあります。そこに対してロボットでウェハーを抜いて、そしてチャンバーに入れて加工が終わって、そして戻すわけですよね。ということで、この中に入ってるだけで加工時間ね、ウェハーに対しての加工時間っていうのはそもそも25枚ですので、100割25なので 4% 以下にならざるを得ないと。
しかもこれ加工が終わった後、その加工順番が来るまで渋滞しちゃうから、こういったストッカーで保存してるんですよ。 TPS でいうトヨタ生産方式でいう手持ちの無駄がめちゃくちゃ発生してると、運搬の無駄もめちゃくちゃ発生してると、むしろ 99.5% 以上この手持ちとか運搬してるわけですから、こういった無駄しかないんですね。半導体っていうのは600工程あるから超納期になるわけではなくて、そもそも加工してないから6ヶ月もかかるんですよ、納期が。じゃあ特急対応の時は何をしてるかというと、ウェアーケースを手で運び、加工ラインにうんしょうんしょうんしょどこしょ、うん、加工、はい、加工終わった、うんしょうんしょうんしょよいしょって言って持ってってるわけなんですよ。こんな感じで特別に運んで加工を順次行えばいいわけなんですね。現在はソフトでですね、特急対応だからとか言ってですね、村田機械さんのこの搬送装置でですね追い抜いてですね順々にやっていくということでございます。6ヶ月の納期がこれでなんとですね3、4日になるんですよ。3、4日になると、ウェハーが加工されるまでの待ち時間が圧倒的に多くなるのが現状でございますと。じゃあ皆さん言うわけじゃないですか、だったら装置いっぱい並べればいいでしょ、そうすればジャストインタイムでオーダーが可能です。しかしそんなことは不可能なんです。この装置ですよね、例えば EUV 露光装置だと ASML がですね販売してるこの EUV の露光装置1台ですね150億円となります。はい、アベノマスク予算がですね200億ぐらいでございましたので、これ1台買うとですね皆さんにマスクプレゼントできるということになると、こんなもんですね何十台も買えるわけがないんですね。装置の購入費用もかかるし、設置場所もかかるので、そんなもん投資してもペイしないわけなんですね。もう少し詳しく話そうじゃありませんかと。ビジネス構造上のジレンマがあるわけなんですね。TSMC がありました。この上位取ってます。しかし、この上位の半導体ですね、各メーカーの半導体をごちゃ混ぜで製造してるわけなんですね。ラインの装置には巨額な投資がまず必要でございますので、こんな感じで、いろいろ TSMC に依頼してる企業がありますわ。パナソニックとかヤマハも使ってますわ。で、トヨタも使ってますわと。だから装置いっぱい買えばいいじゃんっていうことでございますが、巨額な投資が必要でございますので、無理です。無理になります。この投資は不可能になります。装置が大きいので場所の確保もできません。さらにウェハーの大きさから、昔はですね毎様式ではなくてバッチ方式ということでジャブジャブ何枚も洗ってたんですけど、そうするとですねウェハーがでかくなってますので、ゴミがいっぱい出た時に不安定化するんですよね。一枚一枚丁寧に洗わないといけませんということで、これもボトルネックになりうるだろうと。しかしジレンマとしては、発注としてはジャストインタイムが前提なんですね。なぜかっていうと、例えば日本の1年間で発注される消費される冷蔵庫の数って400万台ぐらいなんですね。そのうちのパナソニックの受注数はですね約80万台から100万台と言われてるわけでございます。このパナソニックはこの半導体を70万台分ぐらい一気に発注してるかっていうと、実はそうではないんですね。発注としては1万個分のオーダーのみになります。なぜかっていうと、作りすぎちゃうと売れなかった時、その在庫ってどうするんですか。作りすぎの無駄は絶対に避ける必要があるんですね。どういう風になってるかっていう、ウェハー単位で話すとこういう風に300ミリのウェハーがあるわけじゃないですか。それに対してマイコンが1万個取れるわけですよ。冷蔵庫に使われるようなマイコンが1万個取れますよ。このウェハーを TSMC はどういう風に流すかっていうと、はい、パナソニックさんの冷蔵庫のマイコンのウェハー、はい、はい、次ヤマハさんのウェハーで、他のメーカーのウェハー、これをごちゃ混ぜで流すとはい、ここ行きました。はい、次の加工で待っててね、流せないからもうちょっと待ってね、これはスクリーンさんなんで洗浄ですね、はい、もうちょっと待ってくださいね、次の加工まで待ってねみたいなことやってるわけなんですね。現場では加工待ちの大渋滞が発生せざるを得ないような構造になっていると。ビジネス構造上渋滞させて作らざるを得ないわけなんですね。はい、来ました。こういうふうに僕が煽るっていうことは、そうなんです、それを解消できるようなソリューションがあるということですね。このような自動車業界の担当者が見たらですね、ジャストインタイムで彼らしごかれてますので、ありえない構造が半導体業界ではまかり通ってるわけなんですね。結果、試作品でさえ納期は数ヶ月かかるわけです。しかしその製造のジレンマを皆さん突破できたらどうでしょうか。世界で誰もできなかったこのジレンマを、そうなんです、今後レボリューションが絶対に起こると言っていいと思います。これは僕は確信しています。しかもそのレボリューションを起こすのが我が日本からということでございます。こういうふうに先ほどのね、半導体がありますと、種類がありますと、全世界の種類があります。ここはもう TSMC に取られちゃいました。 TSMC は受託生産で上位の部分をかっさらっていったわけです。ここです、ここ、ここ、これ、ニュースに上がってくるのは3ナノとか
5なの、7なの、ここら辺ばっかりなんですよ。ここ、ここ。皆さん見てなかったんじゃないですか。日本がかっさらうのは取られていないロングテールをかっさらいに行こうと思っております。このロングテール部分ですね。すべていただきます。現在の半導体市場は約50兆円規模と言われております。この50兆円の中、微細化かつ300ミリウエハーで大量生産が必要な仕様はどのくらいかというと、TSMC、マイクロン、インテル、サムスンが作っているような25兆円でございます。じゃあ、ここの25兆円ってどういう市場なんですか？残り25兆円市場は全く最先端ラインが必要ないんですね。はい。おいおい太郎、そんな市場あるのかよ。聞いたこともねえと絶対に思うんですね。はい、そんな市場は本当にあるんですか？はい、市場俯瞰いきたいと思います。この市場俯瞰ですよ。どういったファブが全世界になるか皆さんご存知ですか？言えないでしょ。グローバルの市場は誰も実は調べたことがなかったんですね。そしてこれ調べた方がいるんですよまずアジアですね。日本を除いております。こんな感じですよ。ウェハーのインチですよ。2インチ、3インチ、4インチ、5インチ、めちゃくちゃ多いんですよ。2インチに至っては100ファブもあるんですよ。100ファブ。噛みそうだけど。そして日本。はい、ありますね。少ないように見えますが、4インチファブでさえ40個あるし、5インチファブでさえ25個以上あるんですね。はい、EU。なんと4インチファブが45個ぐらい。はい、アメリカ。これ見てください。全然あるんです。はい、全部統計にしました。トータルでどうなってんねん。まず5インチ以下で、400ファブもグローバルでありますと。そして6インチ以下にすると、この赤い部分も含めると半数以上、6割ぐらいかな、6割7割ぐらいだと思いますが、6インチ以下で650ファブ以上全世界にあるんですね。実は世界には小さなウェハー市場がものすごくたくさんあると。そしてこの市場どうなってるんですか？どういったチップの価格帯になってるか。46% が1ドルから100ドルですね、ワンチップ。このくらいが100ドルから500ドルの市場がこのぐらいあります。そして1チップ500ドルから1000ドルですね。約10万円、まあ11万円ぐらいです。市場が実はめちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃある。半導体は本当に薄利多売の商売なんですか？我々が半導体と騒いでいるのは一部のみではありませんか？さらに市場俯瞰していきましょうと。線幅の市場はどこにあるんですかと。3ナノメーターなどの超微細化市場だけが注目を集めていますが、じゃあ実際どのくらいの加工が必要なんですか。皆さん統計取られたことないと思いますと。この青いところですよね。この青いところが 0.5 マイクロメートルの、まあ、線形以上ですよね。そして 0.2 マイクロメートル以上にするとこんなに多いんですね。めちゃくちゃ集中されてると。これが必要とされる半導体のほとんどが最先端技術を必要としないわけなんですね。何十年も昔の装置を動かしながら製造してると。これが半導体のビジネス構造になってると。例えば、米国市場ですよ。さっきのインチウェハーとインチウェハーがどのくらいの価格で売られてるか、それを一つの図にまとめたものがこちらになります。これですよ。5インチ以下どうですか。実は5インチ以下っていうものは非常に高粗利市場なんですね。種類に関してもこれ表出しさせていただきました。ここが今まで見ていたよくニュースに上がってくる半導体の市場でございます。そして上ですよね。ディスクリートアザーメムスですね。でアナログでしょ。でこれがファンダリでしょ。ファンダリはまあ半々ぐらいに分かれるだろうと。ロジックとかメモリーとか MPU っていうのはまあ大量生産のこれですよね。インテルとか AMD とかそういったところですよね。周囲で見ても多品種少量がメジャー市場なんですね。話題になるのは線幅が小さな市場のみで、小さなウェハーですとか細かな線幅が必要ない市場は今まで見過ごされてきたわけなんですね。誰もが注目しない、しかしその巨大な市場をダッシュできたら皆さんどうでしょうか。はい、それが日本にあるとしたら皆さんいかがでしょうか。面白くないですか。どんな装置、どんなソリューションなのか知ってる方もいらっしゃると思います。ミニマルファブなんですね。このミニマルファブですね、めちゃくちゃすごいですよ。まず洗浄度クラスはクラス3以下でございます。めちゃめちゃクリーンです。
クラス3以下なんで2とか1とか言ってました。ウェアサイズとしては 0.5 インチウェアですよね。一つずつが専用加工装置になっていると。今見てきた市場を5インチ以下とか6インチ以下で、そして線幅が別に細かくなくていいよっていう市場をかっさらうことができるんですね。 0.5 マイクロメートルの線幅の半導体をすべてジャストインタイムで製造が可能になっております。半導体に仕掛かりの無駄ってめちゃめちゃあったじゃないですか。その無駄がなくなる時代がもう到来するわけですよ。想像してくださいと。今まで対ウェアの加工時間ですよね、これが 1% 以下だったわけでございますが、その 1% 以下から 60% の世界が一気に手に入るとしたら皆さんどうですか？在庫の無駄とか抱えなくていいよってなったら皆さんどうですか？作りすぎの無駄抱えなくていいよってなったら皆さんどうですか？そうです、半導体レボリューションでございます。この小さな装置に日本の技術の粋が詰め込まれてるんですね。これ共産企業ですよ。参加国企業は150社以上でございます。大手だけ挙げさせていただきました。SMCC ケリー、富士金、ディスコ、ヤマハ、モータルだったかな、富士でしょ。富士ここら辺来るのさすがだね。芝浦、沖エンジニアリング、フレックストロニクス、アズビル、オリエンタルモーター、新興電機さんですね。理学でしょ。ポリバ STEC でしょ。インテック、三菱 UFJ のリース&ファイナンス、JECC と。大手も挙げきれないほどこれ参画してるんですね。投資し始めてると。どのくらいの露光ができたりとか、加工ができるかっていうと、これ見てください、もうめちゃくちゃ綺麗です。1マイクロメーターめちゃめちゃ綺麗に加工できると。ボタン一つで誰でも高品質な半導体を製造可能でございますし、僕もボタンスイッチ押してきました。めちゃくちゃ綺麗にできました。ものづくり太郎も生産をしてきたんですね。これ見るとなんかしょぼそうじゃないですか。全部形が同じ、そんな同じで別に中身すごくないんでしょ。舐めないでいただきたいと。日本人がこれ作ってるんですよ。もっと日本人誇りを持ってくださいと。このメカオタクっていうか、その装置オタクの僕たちがいるわけじゃないですか。生産技術能力も世界一なわけなんですよ。その生産技術能力をこの装置に落とし込んでる。全部裏開けると中身全く違います。中身はすべてここに設計製造されてるわけなんですね。しかもこれイーサキャットですよ。トヨタがイーサキャットを通信方式の標準にする前からこのイーサキャットで全部つなげてますと。一括制御してまして、リアルタイム層と非リアルタイム層も構築されてるんですね。インターフェースは Windows になってます。しかし制御はイーサキャットでやってると。まさに化け物なんですよ。こんな装置日本人しか設計できないんですね。この装置は日本でも屈指の産業機械でございます。イコール世界の頂点でございます。文字通り次元が違うんですよ。どんな加工、どんな半導体が作れるか見てください。 NMOS の FET でしょ、 PMOS の FET でしょ。世界最高のキレですよ。これ 3D エッチングもできるし、 CMOS の FET、 難度のゲート、マイクロエレクトロメカニカルシステム、基礎構造とか感知レバーも作れるわけなんですね。さらにこれ前工程じゃないですか、皆さんがご存知である後工程の境界線を取り除いてるんですね。パッケージまでミニマルファブで完結するわけですよ。これ驚いたんですよ。僕の目の前にやってきました。でこういう風にどんどん並べるじゃないですか。 BGA まで作れるんですよ。後工程って言われて分かんない人もいると思いますが、後工程って何かっていうと、ワイヤーボンディングしてモールディングして、その後にレーザービアして銅メッキまでできるんですよ。パターニングして、ソルダーディスク塗布して、ボールマウントして、この BGA を作っていくと。これが前工程から一括で完了すると。なんとインホというあの TSMC が何千億円もかけて編み出した技術も加工が可能でございます。これ一台というか少額の投資で実現可能なんですね。ここだけじゃないですよ、まだまだ終わりません。装置の形に注目していただきたいと。全てに意味がございます。何これね、苦悶で、はい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 、察しがいい方は気づいたでしょう。ここ、はい、こうなります。要するに搬送が可能になるんですね。自動化が可能になるんですよ。別に人間がピッと押さなくても、そんなシステムナイズしちゃえばいいじゃんってことですよ。半導体製造の自動化を手中に収めることができる。もうすごすぎてですね、いろいろ書ききれないんですけど、挙げさせていただきました。一人で必要な分だけ製造可能になると。試作サイクルが今まで1ヶ月とか数ヶ月かかったのが1日でできます。実際にこれ1日で全部作っちゃいます。自社で半導体工場をクリーンルームとかスーパークリーンルーム作らなくても保有できちゃいます。半導体の納期管理から解放されますと。電装さん聞いてますか？あなた方自動車メーカーでジャストインタイムで半導体欲しいですよね。実際に今在庫化してるかもしれませんが、半導体をジャストインタイムで納入してほしいってルネサスにお願いしますよね。それ自社工場で持てちゃうんですよ。本来なら電装さんがここに対して投資をすべき企業なんです。
ですね。広瀬工場の方々聞いてますか？半導体工場持たれてますよね。ここに一気にお金突っ込んで、これをダッシュしちゃえば、世界の半導体事業ですよ。TSMC をこっちを取りましたけど、このロングテールの方全てかっさらえるんですよ。なんでそこにデンソーは気づいてないんですか？僕としてはね、トヨタの DNA が流れてるわけですから、ちょっとね、悲しいですよね。なんだよ、0.5 インチかよと皆さん思いました。違うんですよ。小さいから最強なんですよ。0.5 インチという小単位が最強の武器になると、要するに半導体製造に究極のジャストインタイムが完成するんですよ。スペースも必要ないし、必要なラインだけ保有すればいいし、クリーンルームもいらないし、土地もいらないし、高額な投資も必要ないと。そもそもトヨタ生産方式は日本人が編み出した世界屈指の生産方式なわけですよね。半導体メーカーは装置ビジネスから脱却できず、そして生産システムの勉強を怠ってきたわけですから、あんなに生産性の低いような装置ずらっと並べてるわけですよね。 TPS のことが分かってたら、あんな加工待ちの無駄とかですね、絶対に許さないんですよ。自動車産業っていうのは半導体メーカーにジャストインタイムで収めてほしいということを言うから、そのジレンマができちゃってるわけなんですよね。そのジレンマを解消してくれる装置になってるんですよ。そして日本人でありながら、TPS を僕たちは開発してきた、そして自転車に適用して、そこで利益を上げてきたのに、半導体産業に TPS の適用ができずにいるんですね。実際これっていうのはアメリカに TPS 読み取られたんですよ。いろんなところにこの TPS、 トヨタ生産方式っていうのを真似されて奪い取られちゃってるんですよね。で、Amazon とかもそうじゃないですか。欲しい時に欲しいものだけ欲しいと、一個流しで彼らもやってきてるわけですよね。倉庫サプライチェーンを構築してきてるわけですよね。自動車以外では新車を舐めてきたわけですよ。今逆転のチャンスが目の前に転がってると、そう思いませんか？半導体にこの TPS をブレンドできるんですよ。あと少しでこのミニマルファブっていうのは、実はあと少しで完成するんですよ。投資してください。可能性ですよ。もうリスクなんてほぼないわけですよ。もう10年ぐらいやってきて、やっと形になってきたわけですよ。あとは流せるようにするだけ。完成したら何もかも遅いわけですよ。完成する前に投資するから、あの時投資してくれたから、あなた方に最初にこのラインを構築しますねっていうことをやってくれるわけですよね。ピンチはチャンスなんですよ。相手が苦しいと、今開発してるからリソースが必要だっていう時にお金を出してあげると、あの時ありがとうって言ってミネラルファブ貸してくれるわけですよ。プロジェクト発足から10年経過してます。各要素技術の力量はどうなってるんですか？実はこんな感じでですね、要素技術めちゃくちゃあるんですよ。これ一つ一つ全てクリアにしないといけないと。これだけ必要な要素技術があると。プロセス技術、搬送系、シリコンウェハー、ユーティリティ、クリーンルーム技術、部品技術と、この青いところはもう実用化レベルになってるんですね。一つ一つの装置に関しても結構な度合いですね、6割とか7割はもう完成してるんですよね。そうなった時面白いですね。あと少しで全て実用化レベルになるわけですよ。開発中工程も他と組み合わせれば、 BGA 見ていただいたと思うんですけど、あれが製造可能な領域になってきてるんですよね。特に聞いてほしい業界があります。どうですか？もうこれね、その業界の担当者はこれ聞いて想像をいただいてると思うんですね。実装業界の長たちですよ。なんで富士の名前しかないんですか？ヤマハロボティクスじゃないですよね。実装っていうのはヤマハっていうのはロボティクスが売ってるわけですから、なんで愛知県の富士機械だけなんですか？おい、パナソニック聞いとんのかって話ですよ。ここですよ、ここめちゃくちゃ僕がっかりなんですよね。ヤマハ、そして富士、実装工程の前から一括で提案ができるんですよ。すごくないですか？実装機関連は日本の独壇場で、2割はドイツですけど、8割は日本が抑えてるんですね。パナソニックや富士機械、重機と、こういったメーカーがなければ今の電子電気業界という成り立たないんですよね。特に先ほども言いましたけど、パナソニックですよ。家電領域でナンバーワンなわけですよね。究極の垂直統合の生産が可能になるわけですよ。多品種少量でもエッジを、要するに家電の中でエッジを抑えて IoT の時代を取ることができると思いませんかと。ビジネスで買ってください。ミニマルファブは10兆円市場を抑えることができると思います。少なくともですよ。25兆円あるわけですから。TSMC でさえ売り上げは5兆円なわけですよね。半導体の発注単位で、このミニマルファブが適当である領域をここで上げさせていただきたいと思います。まず、白物家電ですね。1000個から1万個単位で発注してると。しかも、パナソニックみたいな企業はです、300ミリウエハーの1万個単位で発注してるんですけど、小粒のですね、家電メーカーですね、1000とか5000個単位でやってるんで、非常に小さいウエハーで発注してるんですよね。とか、カーエレクトロニクスですよね。1個単位でやってると。ジャストインタイムですね、究極の。LED ですよね。LED
LED なんかですね、2インチウェーハーなんかめちゃくちゃ重いんですよ。LED のあの光るところなんか全部素子が違うわけですよね。医療機器でしょ ?1 個から1000個でしょ。そして宇宙とか航空とか軍事とかもめちゃめちゃ少ないわけですよ。産業機器なんか1個から1000個じゃないですか。別に工作機械メーカーがこのミニマルファー持ってても全然問題ないわけですよね。そして IoT 関連のセンサーがバカバカ今生まれてるわけですよね。すべて取れるんですよ。すべてが多品種よりジャストインタイムが望まれてるわけですよ。別に iPhone とかスマホとかの半導体取ろうなんて全然思ってないですよ。あ、そこはどうぞ TSMC でやっててくださいと。しかしロングテール品の多品種が多いところは、今も僕たちから影響力が広範囲にわたるところは日本でやらさせていただきますって、そういうことですよ。半導体の成長と時代動態を追っていきたいと思います。多品種の時代についにジャストインタイムが加わる新しいビジネス構造が構築されるんですね。こんな感じで半導体成長してきましたと。まずここ何かというと、アメリカによって半導体がビジネスに昇華されましたと。そしてここですよ。日本によってアメリカを駆逐しかけたんですね。プロセス技術が確立して量産体制の基礎が作られたわけです。そしてここです。サムスン、インテル、マイクロンのような半導体、まあマイクロンに日本のね半導体メーカーも買われちゃいましたけど、悲しいから、あと数ヶ月だった。半導体企業のトップマネージメントによって戦略的な投資をするんですね。半導体の量産体制を一気に引き上げたと。雇用のジレンマから事業部制の限界だったんですよね。日本人の技術者がですね海外に流れていった部分もあると思います。このプロセス技術を日本人が陰ながら支えたわけなんですね。そして出てきました、インテルも太刀打ちできない TSMC ですよ。半導体という投資ビジネスにバリエーションという概念を持ち込んできたわけなんです。新しいバリューチェーンを業界にもたらして莫大な需要を取り込んでいると。そして次の段階ですよ。何かというとミニマルファブですよ。バリエーションに対して TPS が掛け合わさり、超多品種少量とジャストインタイムの時代が到来してくると。半導体ビジネスは進化の余地が残されてるんですよ。誰もがこのジレンマを突破できなかったんですよ。納期が6ヶ月などふざけた時代は終わりを迎え、もともとジャストインタイムが必要だった産業のバリューチェーンを塗り替え、そしてそれを塗り替えるのは日本の力でございますと、はい、我々は半導体を売るわけじゃないんですよ。違うんですよ。もっと上位から考えましょう。工場をこのミニマルファブによって提供するんですよ。工場ということを売るわけで、工場という半導体のさらに上位を抑えればどうですか？面白くないですか？絶対勝てますよね。これが次世代の勝ち方ですね。ことで抑えると、あ、いいですよ、うん、あなたそういう風にやってくるならもうミニマルファブ提供しませんから。ミニマルファブ全部引き上げさせていただきますので、あなた方半導体加工効率1%以外の世界でどうぞやってください。うん、いいよ、うん、売らないから、バイバイ、うん、バイバイでやれるんですよ。どうですか？どうですか？ちなみに世界で対ウェハーで最強の生産効率を誇ってるのは東海理科なんですね。東海理科の経営者層分かってないんですよね、半導体ビジネスのこと。そこに対してイチャモンつけてると。東海理科の人がもしこれ見られていたらですね、ぜひ誇っていただいて結構でございますと。ただそういった次元じゃねえと、 60% に引き上げるわけですから、はい、いかがですか？その工場を抑える今チャンスなんですよ。日の丸半導体、その勝ち筋ですね。半導体レボリューションの解説でございました。今がまたとないチャンスですよ。実はミニマルファブの協会があるんですけども、その概要欄に貼り付けておきますけども、その協会にはですね、サムスンとかどことは言えないですけど、外資からめちゃくちゃ声がかかってきてるわけですよ。要するに外資はこの価値観に気づき始めてるんですよ。またビジネスで負けるんですか？そこに対して投資をしてください。その可能性をぜひ引き寄せてください。問い合わせ先も載せておきますし、今度コンソーシアムというか12月の実はセミコンと同じタイミングでコンソーシアムをやるそうなんです。その申し込み先もですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ参加いただきたいと思います。実際にその開発者から生のね声を聞いて実際に質問していただきたいと思います。いつもはしないんですけど、僕からお願いがあります。何かっていうと、これはまたとない日本の半導体ビジネスとして日本が勝ち残るですね、唯一無二というか、これしかねえと思ってるんですよね。もちろんその上流側はやってくださいと。しかしこのロングテールでこの日本の持ち味を使ってですね、あんな装置日本人にしか作れませんから。ただこれはパクられたくないと。これに対してドライブをかけていきたいんですよね。なので同僚にですね、なんか半導体ですげえことが起こりそうだ、この動画を共有していただきたいと。みんなの輪の力がですね、この波になっていきますので、今日はお願いさせていただきたいということで、同僚にですね共有をいただきたいし、自身のですね上司にも共有いただきたいですし、その半導体コミュニティがあればですね、そこにも動画を共有いただきたいと思ってますと。
2021年最大のプレゼンですね。この半導体ですね、に関して、まとめさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ということで、このようにですね、ものづくり太郎、今日も目いっぱいプレゼンさせていただきましたけど、いつもものづくりに関連したトピックを包括させていただいています。半導体とかですね、自動車、そして工作機械、もう何でも結構です。ものづくり業界で働いている方、そしてものづくりが好きな方ですね、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は、ぜひチャンネル登録いただいて、応援してあげてください。そして今日ね、もう応援したいと、これ応援したいということで、ぜひね、応援したい、その気持ちをですね、いいねに乗せて、いいねマークを押していただければ幸いでございますと。あ、忘れちゃいけないのは、ベルマークですね。ベルマークを押していただくと、僕の動画がすぐ飛んでいきますので、これも押していただければ幸いでございますと。ということで、本日は、日の丸半導体、その勝ち筋の解説、まさに、半導体レボリューションですね。ビジネスをこの日本から変えていこうじゃありませんか。もうこれびっくりしたね。これは僕落とし込まれて、本当に本物だって思いましたよね。トーチも全部化け物。上位リーダーの方はですね、実践生で見ていただきたいというふうに思います。もちろん問い合わせをいただいて、正規のルートで訪問してくださいと。最後の最後ですね、次回ですね、未定でございます。はい、しかし、半導体メーカーのプレゼンが残っております。どこでしょうね。はい。お楽しみにいただきたいと思います。それ、多分その、今年の最後の週か最後の前の週にね、オープンになると思いますので、こちらもご期待ください。ということで、本日はどうも、長い時間ありがとうございました。はい。また次の動画で会いましょう。じゃあね。バイバイ。セミコンジャパンにこのものづくり太郎が対談企画でお邪魔させていただきます。3日間すべて出ます。ミニマルファブも2日目ですね。対談させていただきますので、ぜひリアルの会場に来てですね、お会いしたいと思っておりますので、会場で皆さん会いましょう。じゃあね。